はい、加湿し終わりました。プエブロのね、オレンジよし。昨日はとんでもなく辛かったからな。辛いっていうか、すげえ重い。むちゃくちゃ重い。あとね、プエブロのね、ついてくる巻き紙なんですけど、かなりいい巻き紙でした。うん。まあ、チェも巻き紙ね、すごいいい巻き紙なんですけど。はい、どこ行ったの？プエブロの、今このオレンジの、についてきた巻き紙が、こちらです。ちなみに以前俺が買ったプエブロのオリジナルでついてきたのはこっちなんですよ。まあ、こっちはぶっちゃけまあ、クソペーパーですね、これ。いわゆる。クソペーパー。で、こちらプエブロの、これオレンジ、ついてきたやつ。これね、ピュアヘンプペーパー。オーガニックヘンプローリングペーパー。で、薄さとしても、非常に、わかるかなこれな。まあ、薄い。うん。うん。まあ、ヘンプペーパーですけど、まあ、非常に、レーベル、よか、まあ、レーベルの方があれか。うん。まあ、レーベルに比べるとやっぱりちょっと、厚い、けど、うん。まあ、これ目視すればわかるんですけど、まあ、まあ、でも十分、いいペーパーだと思います。うん。ということです。やっぱペーパーがいいってことは、コスパがいいことになるんですよ。ね。そうじゃん。だからチェは本当にコスパいいんですよ、あれ。だからもしかするとこれ、プエブロもかなりコスパがいい可能性もありますね、これね。ちょっと。まあ、とりあえずチェの付属ペーパーで吸いましょう。オレンジジュース。違う、アップルジュース。あ、うめえ。それでは、吸っていきましょう。加湿しすぎたか。ぶっちゃけた話、これ、部屋の湿度 77% ですからね。ほっといても加湿される。わざわざタッパーに入れる必要ないんじゃないか、これ。うん。だいぶマシになりましたね。だいぶマシになった。あ、全然違うわ。これちょっと加湿しすぎたっていう、パターンありますね、これね。もうちょっと、加湿しすぎて、完全に、昨日のパンチが1ミリもなくなったよね。
いや、全然まずくはないですよ。うん。うん、まあ、普通に、まあ、美味しい。うん。でもやっぱ、重いは重いですね、これね。なんだっけ、バーレーとか、なんとかかんとかって入ってるって書いてあったけど。ジャワバとバーレーバ。やっぱ重いわ。重い重い。若干こう排気点すると、あ、結構来てる。まあでも、まあこれナチュラルなんで、無添加なので、確実に、その最初からもうすでにカサカサ乾燥してる状態なわけじゃない。だいたい俺最初の開けた時にだいたいもうそもそも加湿しないでもするんだけど、それであの感じてなかなかないです。おそらくドラムのオリジナルとかよりきついかもわからん。ドラムさん。ドラムさんもかなりきついんだけど。まあきついけど、まあちゃんと加湿、だいたい 70% ぐらいですかね。タバコの、手巻きタバコだとだいたい 70% ぐらい。がまあちょうどいいんではないかと。葉巻とかもね。これはなかなかもう、これはちょっと、久々に、あの、いい、タバコ、手巻き来たな。ただこれは、ドラムと同じで、あの、おそらく、毎日吸ってると飽きてくる可能性が高いですね。うん。うん、多分。うん。かなり苦味とかも、強い。かなり重い部類だと、俺は勝手に思いますけど。うん。まあ今までのシャグの中で多分一番強いんじゃないかな。強い、重い。うん。はるかに重いですね、これ。それまでの中でドラムが、ドラムさんが一番重かったかなって感じはするけど、ドラム、ドラム。あ、今ドラムはオリジナルしかないのこれ。あ、そうなの。ドラムがダークケンタッキーとブライトバージニアらしいですね。
おお。あ、もう終わったのこれ、ドラム。オリジナルしか残ってないのか。もしかして。ドラムのメンソールとドラムのブライトブルーは配信になったのかな？手巻き屋のサイトで見る限りドラムが一種類のオリジナルしかないんで、まあドラムも非常に美味しいんですけど、あれはやっぱ濃いんで、飽きが来るんですよ。で、しかハーフスワレなんで、だいたいハーフスワレのタバコってすごい重いし、味が濃いんですけど、まあ反面、飽きやすい。毎日吸ってると飽きてくる。っていうので、結局、俺は、チェのメンソールか、チェのオリジナルかに、大体、もう大体もうそれ、もしくはチェのメンソールの強い、ブラックメンソールだっけ？そうっすね。まあ、チェのシャグのブルーもあるんですけど。まあ、これも、やっぱり、なんやかんやで、おそらくチェの中だと一番重いんで、これだってハーフスワレでしょ。チェのブルーはね。うん、多分ハーフスワレですね、これね。うん。これは、そうですね。ハーフスワレとか好きな人だったら、実に、美味しく、思える。まあ、俺も、ハーフスワレは別に好きなんですけど、ただやっぱ飽きてくるっていうので、まあ、たまに吸うぐらいが、まあ、ちょうどいいかなっていう感じはある。うん。ので、でもここまで強いやつもなかなかないと思うんで、これちょっと4か5ぐらいでちょっと迷ってますけど、まあでも。まあ、4だな。うん、4つ星。ということでご視聴ありがとうございました。